まあ、じゃあ森の、萌木の森散歩だ、楽しいね。いいね。まちゃんね、これからね、病院だもんね。まちゃん、まちゃん。病院で点滴かもしんないからな。じゃあ頑張れよ、まちゃん。な、1時間くらいって言ってたからね。まくん。大丈夫か、まちゃん。まちゃん。初めて来たね、青葉。まちゃん、初青葉だね。まちゃん、青葉。よかったね、初めて来たところでね。面白いところだね、ここね。沼っていうか、池があるね、まるちゃん。疲れた？まちゃん、疲れたら別に無理する必要ないよ、まちゃんね。まちゃんは、患者さんなんだから、まちゃん。ね。で、うんぴっぴとね、おしっこだけしたらね、あとはもう休憩してようね。さ、まあ、ちゃんね、緑を楽しみな。まあ、ちゃん、緑を楽しめるのはね、生きている特権なんだよ、まあ、ちゃん。ね。楽しいね、お散歩はね。じゃ、尻尾下がっちゃって、もう、かわいそうにな。まあ、ちゃんね、まくん、咳も出てきちゃったもんね、まあ、ちゃんね。謎の咳だね。後で先生に聞こうね、まあ、ちゃんね。じゃ、今日はいろいろサプリとかももらってさ、まくんね、体にいいのいっぱいもらおうね、まちゃんね。大丈夫、まちゃん、元気になるよ。ね、まちゃん、元気見せて奇跡を起こそうぜ、まちゃんな。まちゃん、奇跡を起こそうぜ。じゃあ、まっちゃん、今日は曇りだからそんなに暑くないね、まっちゃんね。まっちゃんね、どんな処置してもらうんだろうね。ちょっとドキドキだね。点滴だとまっちゃん1時間入院って言うから、しばしの別れになっちまうな、まっちゃんな。というか、そろそろまっちゃんお薬飲むかね。フェノバールと肝臓の保護するお薬とね、飲まないとね。まちゃん、同じとこうろうろしてるね。まちゃん、同じところうろうろだ。やっぱりアスファルトの上が歩きやすいかな。まちゃん、まちゃん。涼しいね、まちゃんね。今日風が涼しくていいね。気持ちいいね。よっしゃ、まちゃん頑張ろうね。ひゅー。